ガーナ大学は、クレーター・アークラ州・レゴンに本部を置くガーナの公立大学である。1948年に設置された。ガーナ大学は、ガーナ国内の7つの公立大学のうち最古、最大の大学。1948年に、ユニバーシティ・カレッジ・オブ・ザ・ゴールド・コーストとして設立され、ロンドン大学に学術プログラムなどの監修を受け、提携校となる。 1961年に正規の大学認可された。学生数は4万2000人。人文科学、社会科学、基礎科学、農学、医学を初期から行っていたがカリキュラムは科学技術分野、職業訓練分野や大学院教育に拡大している。大学は首都アクラから北東1 2トルのレゴン地域にある。このか、コレブには 医学校が、アクラには、医学教育のための第2キャンパスがある。1979年、日本の援助により、ガーナ大学医学部付属、野口記念医学研究所が設立された。カレッジオブヘルスサイエンシズアーツ、ソーシャルスタディーズ、ロー、サイエンス、アグリ、アドミニストレーション、メディシン、デンティストリー、アライドヘルスサイエンシズ、ナーシング、 エンジニアリングサイエンシズ人文科学部社会学部リブ、農学部医学部資学部スクールオブアライドヘルス、サイエンシズ看護学部スクールオブアドミニストレーション、法学部エンジニアリング科学部。ありがとうございます。